フアンデラシエルバは、スペイン生まれの航空技術者。オートジャイロの発明者であり、スペイン人で初めて人が乗ることのできる自作の飛行機を飛ばした。ピットケルン PCA-2。フアンデラシエルバの特許をもとに、アメリカで製造されたオートジャイロ南スペインの、ムルシアという地方都市の大地主の家に生まれたが、1910年にバルセロナでの飛行機の大衆向け飛行を見てから、 航空機に興味を持ち、翌年、マドリード技術大学に入学し、服用機の製作に没頭した。1912年には、服用機を完成させ、1919年に卒業した。卒業後、1919年から1924年まで、スペイン議会の議員を務めたが、1920年からオートジャイロの製作を始め、 1923年には満足した性能を備えるオートジャイロの試験飛行を成功させた。1932年ファイゴールドエアメダル。1933年エディオット・クレッソンメダル受賞。1936年に勃発したスペイン内戦では反乱軍の側に協力した。しかし、41歳にして旅客機事故で死んでしまった。彼の死後も、 彼の開拓した技術はヘリコプターの開発などに生かされた。ありがとうございます。